皆さんこんにちは。ネットギアの公式 YouTube チャンネルでございます。今回は前回お話しいたしました新たに日本に導入される Wi-Fi6E で使える 6GHz 帯についてご紹介しようと思います。なお Wi-Fi6E 全般のことに関しては前回の動画でご紹介してますので、そちらを参考にしてみてください。そしてこの動画では Wi-Fi6E で使える 6GHz 帯の主にメリットについてご紹介しようと思います。ぜひ最後まで見ていただければ幸いでございます。それでは行きましょう。そもそも Wi-Fi っていうのはいろんな周りで使われている Wi-Fi ネットワークとチャンネルっていうのがこう重複してしまうと電波干渉とかが発生して、通信とかにこう影響が出るようになっちゃうんですね。なのでその周囲で使ってないチャンネルっていうのを選択するのが快適なネットワーク環境を使う理想ではあるんですけれども、今までその Wi-Fi6、 今現在の最新の Wi-Fi の規格ですね、 Wi-Fi6 で使える 2.4GHz 帯と 5GHz 帯、それに加えて新たに Wi-Fi6E では 6GHz 帯っていうのが利用可能になるんです。この Wi-Fi6E は 160MHz の広いこの大きな帯域っていうのを7つ使用できるんですね。つまりもっと簡単に言うと 2.4GHz 帯の約20倍、そして 5GHz 帯の約3倍のチャンネルを 6GHz 帯では確保できるということになります。ここで補足。国内仕様では 6GHz 帯の有効チャンネル数が24チャンネルなので、国内では 2.4GHz 帯の8倍、そして 5GHz 帯の約 1.2 倍になります。そして 6GHz 帯の 160MHz チャンネルは米国では7つですが、国内では3つになります。そんだけ、ね、広い帯域チャンネルを確保できるので、チャンネルが重複するなんてことはなかなかないってことですよね。つまりそこから言える Wi-Fi6E で登場する 6GHz 帯のメリットとしては、追加されたそのチャンネルによって混雑が緩和されるので、よりねその多くのデバイス、スマホとか PC とかなんかこうネットに接続する IoT の家電とかね、そういったものとかがより多くね今まで以上に接続できる可能性というのがぐっと増えるわけです。こういったことが期待できるわけ。さらに今現在でもすでにこう 2.4GHz 帯と 5GHz 帯でね、こう結構混雑というかいっぱい使われてますから、他の混雑した周波数帯に比べると新しく導入されるその 6GHz 帯っていうのは混雑今何もないですから、常に安定して高速の通信環境でのこう実現できるっていうことが期待できます。さらにですね、 Wi-Fi6E っていうのはその 6GHz 帯の対応のデバイスっていうのをサポートするわけですから、 2.4GHz 帯とか 5GHz 帯とかのみ対応しているデバイスとこう分離させることによってですね、6の方に持っていくことによって常にこの安定した速度を保てるようになるわけですから、例えばそのオンラインゲームとかリアルタイムでね、この遅延とかがかなりダイレクトに影響してくるような、そういった例えば e スポーツとかもそうだけど、そういうオンラインゲームとかもそうだね、その VR とか AR とかさ、そういうものに対してメリットになるんじゃないかなと考えられています。なので本当に簡単に今のことを超簡単に言うと、 Wi-Fi6E 今の最新の規格で 2.4 と 5GHz 帯2つしか使えなかったところに新たに Wi-Fi6E が登場すると 6GHz 帯っていうのが使えるので、これに対して 6GHz 帯の対応できる、つなげられるデバイスが登場すれば 2.4、5GHz 帯からこうこっち側に 6GHz 帯でやり取りできるようになるので、よりね高速に安定して、さらにこう帯域も広くなるので、よりねネット環境をよく構築できるようになりますよっていうようなお話なんですよ。わかりましたか？途中言ってて自分わかんなくなりそうでした。ということでメリットをお伝えしましたけど、じゃあデメリットは何なのかって言ったら、考えられるのはちょっと今言いましたけど、 Wi-Fi6E のその 6GHz 帯対応のデバイスを持っていないとそもそも始まらないってことですかね。 6GHz 帯の対応のスマホとか PC とかが今後発売される、日本でその、Wi-Fi6E が解禁されたらこういったデバイスも登場しますから、それに対応できる機器がないとその 6GHz 帯の恩恵というのは受けられないんじゃないかなと思います。新たにそういう対応のデバイスを購入する必要が出てきますよね。デメリットっていうか必然的なものだから何とも言えないんですけれども、唯一デメリットっぽく考えられるのはそこかなと思います。ちなみにネットギアがその Wi-Fi6E 解禁されたらですね、後々発売する予定でありますのがこちらですね、 OBI の Wi-Fi6E クアッドバンドメッシュ Wi-Fi システム、こちら先日行われました、仮で行われましたインターロップベストオブショーアワード2022の、モバイルコンピューティング Wi-Fi などの部門で審査員特別賞を受賞しました、このクアッドバンドメッシュ Wi-Fi システムの OBI Wi-Fi6E ですね。
これオービーが4本の周波数帯、 2.4、5ギガ、5ギガ、そして6ギガヘル4本の周波数帯を兼ね備えたメッシュ Wi-Fi システムのオービーと、あとはナイトホークのトライバンド Wi-Fi 6E ルーターっていうのが、発売予定になるかなと思われますので、ぜひ、ご興味ある方はですね、ぜひ見てみてください。はい、ということで今回は Wi-Fi 6E で使える新たな周波数帯、 6GHz 帯のメリットについてご紹介しました。皆さんのね、生活に今後必ず関わってくるとは思いますので、もし参考になったと思ったらいいねですとかチャンネル登録よろしくお願いいたします。このような Wi-Fi に関することですとか、ネットギアの製品に関する設定方法ですとか、新商品のご紹介、さらにネットギアがブランデッドムービーしました短編映画なども公開されておりますので、ぜひよろしければ親指か人差し指か何かの指でチャンネル登録してください。それではまたお会いしましょう。さようなら。